これも友達とか誰かに話をいっぱいすることです。いつも妹が私の服を勝手に借りたらすごい私は怒るんですけど、私も妹の服を勝手に借りてます。ごめんなさい。バレてる時とバレてない時がありますね。佐々木のぞみさんです。早見もこみちさんです。動物と話せるようになりたいです。